吉本一県吉本一県は東京都小平市出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。FC 東京のクラブハウスと練習場のある小平市出身。幼稚園年中の時にサッカーを始めた。セレクションを経て2001年から FC 東京の下部組織に加入。U-15 では常にチームを鼓舞する強いキャプテンシーを発揮し、 2002年のナイキプレミアカップジャパンや2003年のクラブユース選手権で優勝を経験。U-18 所属時の2005年、2006年には第二種登録選手として J リーグに登録されトップチームに帯同した。同期は森村幸太、権田周修一、中野良太郎、稲葉元樹など、2007年から森村。 ゴンダと共に FC 東京トップチームに昇格。キャンプでのアピールに成功し、開幕戦の広島戦で先発で、プロデビューを果たした。しかし、相手 FW 佐藤久佐とウェズレイに翻弄されて、失点を重ね、前半中に途中交代。苦難のデビュー戦となり、ルーキーイヤーは、この開幕戦を最後に、リーグでの出場はなかった。課題の克服に努め、 2008年序盤に再び出場機会をつかむ。J1 第3節の京都戦で初得点を記録したが、この年遺跡加入した CB、佐原秀樹がレギュラーに定着するとの並行して機会に追いやられた。2009年8月より j 2 f c 岐阜へ期限付き遺跡。得意の高さを生かしたヘディングでの競り合いで評価を得ると、守備の用としてレギュラーに定着。 同年の天皇杯4回戦の対千葉戦では、完封勝利するとともに決勝点を決め、岐阜にとって初となるベスト8進出に貢献した。移籍期間を延長した2010年には、下半期のチーム MVP に選出されるなど、活躍していたが、移籍期間満了により退団。2011年は FC 東京へ復帰。岐阜在籍中に負傷した右膝のリハビリが長引いたことから、 レギュラー争いに乗り遅れ、出場機会を得られなかった。2012年8月、J2、ミトホーリーホックへ期限付き移籍。対談した CB、塩谷司に代わって、同月19日の第29節大分戦で早速、先発出場。ロスタイムに決勝点を決める活躍で、チームに貢献し、堅実性やリーダーシップも高く評価された。しかし、 続く第30節横浜 FC 戦で左膝前十字人体を損傷し離脱。後日全治8ヶ月と診断され同シーズン終了をもって未踏退団。2013年より再び FC 東京へ復帰。シーズン終盤にかけて全体練習へ合流。練習試合で奮闘し復調を印象付けた。オフには戦力外通告を覚悟していたが、 復帰後のパフォーマンスが良好だったことから本人曰く、予想外の契約更新をつかむ。引退を覚悟して臨んだ2014年は、指導時から校長を維持し、J1 第1節柏戦でベンチ入り。同年3月のナビスコカップ神戸戦で5年8ヶ月ぶりに、FC 東京での先発出場を果たすと、マテウス及び加賀健一の負傷を受けて、J1 第5節清水戦でも先発。 続く第6節突戦では空中戦で長身 FW 豊田洋平を封じ味方への守備の指示も冴えて大胆な起用に応える働きを見せたその後も急場でダイナミックに体を投げ出す守備が光りシュートブロック数でリーグ3位を記録した2015年後半からは CB の3番手として控えに入る試合が多くなり2016年は同年 発足の U-23 チームでまとめ役を務めながら試合間を維持し、臨戦を続けた。2017年、高橋秀との対談に伴い背番号を自身、念願の4に変更。U-18 在籍時以来、11年ぶりの着用となった。2018年6月22日、アビスパ福岡に期限付き遺跡で加入。 2019年7月29日、福岡との契約を解除し、FC 東京から清水エスパルスに完全遺跡で加入することが発表された。8月3日、第21節の横浜 F マリノス戦で遺跡後一気なり先発を果たした。2020年12月9日、2020年シーズン終了を、 もって現役引退することを発表した。2021年1月25日 FC 東京新体制発表会にて FC 東京スカウティングマネジメント部のスカウト担当に就任したことが発表された。ありがとうございます。